お疲れ様です。8月28日、朝4時のコインゲッコでございます。いつもと同じように見ていきますね。まずは上場しているコインが14,632と少しずつ増えて、取引所の数が1,180と前回から3つ増えました。まあこういうふうに参入するコインと参入する取引所っていうのが増えてきてるわけなんですけども、時価総額は少しまた下がって327兆円です。私が今、このね、 暗号通貨の市場に対して期待している価格、そして長い間伝統的に守られた価格帯っていうのが400兆円です。ですんで、まだまだそこに戻ってないなってところと、370兆円なら時価総額が低めで、430兆円ならまずまず充実してるなっていう基準を考えても、なんか今ね、一時期よりもガクンと下がっちゃった時です。今年はビットコインの半減期って覚えてますかね ビットコインの半減期だっていうことでね、意味もなくいろんな煽りが各インフルエンサーさや私みたいなね、YouTuber がしてたと思いますけども、さあどうなんでしょうかね。やっぱり話題が去っていくと多くの人が暗号通貨から資金を引き上げると思います。しかしこういうふうに安値をつけてるときに注目しておかないと値段が上がったときには買っても高値掴みっていう流れになっちゃいますからね。 だからこういう時期にこそ私は放送するべきだと思ってます。顕著なのがこちらにもありますけども、クリプト AI ロボね、50万倍出てるでしょこうやって誰もが注目してない時に注目しているから値上がり花をこう気づいて動画にして皆さんにお知らせできるってことになります。あの ICO を狙ってるわけじゃないですよ。上場後のコインで50万倍ですからね。ICO しても100倍がいいところ。 しかもそんなコインって当面出てないでしょ。しかし上場後のコインっていうのはプロジェクトが進んだり提携する企業が変わるたんびに爆撃を生むんですよね。だから上場後のコインについて私はこれからもねお話していこうと思います。そしてビットコインのドミネーションは54%とちょっとだけ落ちました。でイーサリアムも大きく下がったままです。13.7%ね。で ビットコインが900万円をまたわってしまったっていうことと、イーサリアムが40万円をまたわってしまったってこと。この二つがやっぱりね、暗号通貨業界の金額そのものを、時価総額そのものを操ってると言ってもいいでしょう。しかしその中でも、注目はアルトコインですよ。先ほどみたいに、注目もされていないコインの中で、大きな利益を、それこそ、千倍、一万倍っていうふうにね、作られてるのはもう、皆さん、私の放送をご覧の方でしたら、 ご存知のことだと思います。今年になっても、私が気づいてるだけでもね、4つのコインが大きく値上がりをしました。それも上場後にですよ。上場前のコインを私は紹介して、それに乗っかって儲かりましょうみたいなことはね、言わないばかりか、そんなものに引っかからないでくださいって言ってる、まあ、そんな放送でございます。あくまでも上場後のコインにチャンスがあるよってことですよね。はい。で、タイミングをずらすと、 そのコインにもチャンスがないよということで、柴犬1月に通列にお勧めしました。0.0014円以下の時期が結構長かった柴犬コインですけども、一時期ね、0.005円とかにね、大きく値上がりしまして、その時に利確をして離脱ですよっていうふうな動画を作りましたけども、その頃、利確離脱した人は、まあ、万々歳ですけども、今、価格を見てみると、そんなに値上がりしてないんで、 ガックしみたいな感じですよね。だから、いつ買って、いつ売るか。このタイミングだけで、投資っていうのはできてますんで、どこが安値なのか、どこが高値なのか、常に意識できるようになってくるといいですね。そして、時価総額。どこが安値でしたっけ ?370 兆円。で、どこが高値でしたっけね ?430 兆円です。だから今、そこから比べると、大きく安値を割っているってことになりますけども、ただ、今みたいな価格で、 一定期間落ち着いちゃうとね、今度は新しいフェーズを設定しなければなりません。例えばですけどもね、これは例えばですよ。下が300兆円、上が330兆円みたいなレンジです。ですんで、今、330兆円をちょっと割ったところですけども、まあまあ、ここ数ヶ月の間では高根県にいるっていう風な判断になります。はい。その時期、その時期で、こういうふうにね、高根安根のレンジっていうんですけども、 その価格の幅ってのは変わっていきますんで、いつまでもね、過去の400兆円、430兆円に、まあ、縛られないようにしないといけないですね。はい。それでは今日もよろしくお願いします。